ピーナッツくん VS ロベルくんで100万円が目の前に落ちています。絶対に拾った方がいい VS 絶対に拾わない方がいい。いやまずね考えてみてください。うん、これね3秒ルールって知ってますピーナッツくんさん。ああ3秒以内に拾ったら OK っていうやつね。そう、でも100万円は3秒以内じゃないでしょこれ、おそらく。だから拾ってはいけません、こればかりは。拾わないでください。100万円口に入れるの？入れないよね。拾っていいよ。じゃあ入れるでしょ。入れへんの100万円。入れたことないの逆に。違う嘘やん。3秒ルールっていうのは口に入れるものに対して使うものであり、うん、あの100万円に対しては使いません。だから俺銀行口座とかないで、俺口やで全部。全部口。あ、あなたあなたおかしい人です。あなたおかしい人です。おかしい人じゃないです全然。だからもう絶対拾わない方がいいです。あなたの意見は私はもう聞きません。絶対拾った方がいいですよこれは。なんでですか、絶対拾った方がいい教えてくださいよ。いやいや拾わない手はないでしょ。だって目の前に100万円が落ちてるんですよ。100万円欲しいですか欲しくないですか。100万円欲しいんですよ。あ、まあ、ね、あ、もう答え出ちゃってんじゃん。ああ、答え出ちゃってんじゃん。拾っちゃいけないんですよね。自分のもので掴むものなんで、やっぱり目の前に落ちてるってことは、うん、第三者のものですよね。それを拾ってあなたは満足するんですか、じゃあ。いや、例えばですね、あの、100万円を、はい、何ですか、例えば、そうだな、パチンコで勝ったとしますよ。はい。はい、それは自分で手に入れたものだって言えますか。パチンコで勝ったんだから自分のものですよ。あ、それと一緒です。このラッキーな、このラッキーな状況っていうのは、100万円が目の前にあるっていう状況はラッキーだっていう、そのパチンコで当たったのと一緒です。だから自分で手に入れた絶対じゃタイミングがそうなんです。自分の思いでやった結果でしょ。結果が伴ってないんですよ。結果が伴ってます。これはもうすっごい目の前に100万円が落ちるな、すごい奇跡。これはおしまいじゃない、全然おしまいじゃない。全然100万円が目の前に屈伸する、膝曲げられないんですか。あなた100万円を拾い上げるだけです。それで大金持ち。あんたそんな福沢諭吉の気持ちにもなってみろ。福沢諭吉の気持ちになったら拾ってほしいわ。落ちてるんだもん自分が。福沢諭吉の気持ち。すっごいね。ああ寒いってなってるわ福沢諭吉が。すごい。いやいや困る困る。いやいや困る困る。いやもう100万円落ちてたらすっごい、こんな。だって屈伸するだけだよ。頭の体操なんていらないもんそんな。頭の体操なんていらないもん。何の話してんねん。何の話で頭の体操なんてなってんの。すごいすごい。ああ。口から言ったんか、学問のすすめから言ったんか。学問のすすめなんて知らない知らない。100万円落ちてたらシンプルに、シンプルに、あのこの脇腹に入れよ、脇のジャケットのこの内ポケットに入れちゃおう。100万円そこから取り出すの憧れでしょ。拾ったら飽きまへん、ほんまにダメですよ。福沢諭吉に謝ってください。ほんだらごめんなさいしてください。まずは拾うときに。あなたは福沢諭吉に毎日ありがとうって言ってるんですか。じゃあ言ってますよ、いつもいつも言ってる。もう福沢諭吉にもあのいろんな人に言ってるわ。いろんな人に感謝の気持ちが大事やからね。野口英世にも言いましたか。野口英世にも言ってる。俺500円玉効果にも言ってますからね。人物映ってないですけど、いつもありがとうって僕を支えてくれてありがとうって。審査員の皆さん、こいつ頭おかしいわ。ちょっと僕はね考えられません。僕は100万円拾いません。拾ったらあかんよそんなもん。拾ったらあかん。拾います。お口に入れたらあかん。拾ったらあかん。絶対拾う。はい、サムダちゃんさん。はい、あ、結果出ました、はい、全員一致でロベル君の勝利。マジ？なんで？おい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 。ちょっと。というわけで、波乱だな。これですね、次。波乱波乱。体操ユース。はい。最後か。こちらです。最後から2回目ですね。あ、そうか。2回目か。ロベル君 VS チエルちゃんで、絶対に道を通りたい人 VS 絶対に道を通さない人。今ちょっとどうしたらいいんだろうな。よーい、はい、スタート。すいません、ちょっと通してもら…通してもらえないですか。すいません、ほんまにすいません。ちょっと通してもらえないですかね。すいません。ここを通すわけにはいかない。いや、こうなんとかほんま…いや、ここを通すわけにはいかない。いや、ここ通してほしくば、はい、ここ通してほしくば、私を倒してからにしろ。いや、そんなわけにはいきませんよ。あんた倒したらいろんな…いいですよ。ここ通すわけにはいかない。じゃあ逆になんでそんなに通したくないんですか。なんか隠し事ですか。お、世界の平和を守るためだ。世界の平和、その先にいたら、じゃあ世界の平和は担保されないということなんでしょうか。そうだ、危ない、とても危ない。めちゃくちゃ音圧すごいですね、なんかね。とても危ない。あげろと言われたからな。キングヌーみたいな音声出てますけど大丈夫ですか。あげろと言われたからな、任せろ。キングヌーの人みたいに出てますけど。そう、いや、あ、でも僕通りたいんですよ、ほんまに。行かないと、ちょっと僕もね、やっぱ。いや、ここ世界の市民の平和を守るのが私の仕事。じゃあ俺でも、俺も市民、あの俺も市長に頼まれてますね。ちょっとここ通してくれって。いやいやいや、ちょっと通さない。市長にね、頼まれてんのよ。仲がいい。何がいいな、俺の方がいいよ、仲は。市長が仲がいい。自分の名前なんだろ、俺、市長と。昨日も今日もご飯食べた、一緒に。何言ってんの、俺いつも四六時中一緒です。いやいやいや。ソーシャルディスタンスして、その中やってます市長と。
いや、じゃあもう透明の壁を隔てて常に会話をしてるんです。そんなことできるがいな、市長やって忙しいのに。あんた嘘ついたらありませんで、あんた市長はね、市長は私と一緒だから、あんた昨日とね、今日ね、ご飯食べたの嘘ですよ。私と食べてましたから、あなた嘘つかないでください。あなた誰なんですか。チェードモン、チェードモンが市長と仲いいもん。ど誰よ、あんた誰よ、あんた市長に誰なのよ、あんたは一体。どうしなさい、あんたそこ市長いるんでしょ、その先に。あんた市長に合わせなさいよ。市長に合わせなさいよ、あんた市長に。なあ、私の方が市長のこと愛してるもんだって。私の方が、お家の方が仲良しだもん。え、じゃあどんぐらいな、ほんだら市長の、あー泣かしちゃった、市長の払い、あー泣いた、うわ、あんたずるい。私だって涙流すような流したいわよ。涙流せるようになるかもしれないやから、あんた受けへんのよ。私涙流せへんねやから、あんたそらの若い子の特権やわ、ほんまに無理やわ。私には涙でなんかいけへんのやから、私もう完全にそうだ、ほんまに。部長に会いたいだけやねんから、私もう泣いた、部長に会いたいねんで、私しかって。あ、泣きそう。でも市長さまやねん、涙を流さないって嘘言った。嘘言った、嘘言うてへん、今泣いてるのに。さっきじゃあ嘘言ったんだ。何、嘘言うてへん、嘘言うてへんよ、私かて。嘘言った、じゃあ嘘泣きだ、嘘泣きだ、嘘泣き。あんたかて今平然としてるじゃないの、あんた。嘘泣きやね、あんた嘘泣きやったね、あんたね。嘘泣きで、あんたおばちゃんの涙こうやって召喚させよってからに、ほんま話しないで、あんた。ほらほら、あーさじー、あめちゃんあげるから。終了です。アメちゃんあげるからよろしいねーな。終了。あ、すみません。終了と、いや、いい賞でしたね、チエリさんね、これね。いや、いい賞でしたね。なんか最終的に、なんか市長に会いたい、会いたい、どうのこと。いや、もうなんか本当に会いたくなってました、市長に。本当に会いたくなってた、市長。渡せませんね、市長。うち関係なくなってたからね。これはでも圧勝かもしれない。圧勝っぽい。あ、決まりました。なるほど、ノーベル君の勝利です。おー、マジか。ヒーローが会いたかったのに。会いたくない。さん、今度落ち着いたら2人で会いに行こう、市長に。市長に会いに行きましょう。トーナメント表、こんな感じになりましたね。おー、これちょっとやばいな。うわー、これはやばい。知るな。ちょっとやばいですね。ロベル君がね、関西弁のね、こう勢いに全員飲んできたから、ここで羽根ちゃんを飲めるとか。そうなんです、ちょっと理論派に勝てるかわからないんですよね、でも俺ね。確かにファッションだからね。 A ブロック理論派、 B ブロック勢いだから。 B ブロックの勢い、いけよロベル君、頼んだぞ。ちょっと怖いな。これどっちがどっちやるんですか。え、最後はこちらですね。はねるちゃんが何もしない方がいい。なるほど。ロベル君が何かした方がいい。うわー、どっちもあるな。それでは、よーい、スタート。何かしましょう。何もしたくない。なんで。もう疲れた。疲れたからってな、疲れたからって時間ってのは進んでいくのやらな、なんか。もういい、勝手に時間なんて進んでいけばいい。何もやりたくない。何があったの、先生に話してごらん。あんまり人気が出ない。おい、アニマーレの人気が全然出ない。あ、すごい。じゃあ何かした方がいいだろう。稲葉跳ねる。もういい、いろんなことした。いっぱいいろんな企画とかしたし、コラボもしたけど、全然チャンネル登録も伸びない、人気も出ない。跳ねる。うちもそうや、ホロスターズもそうやね。えっ、何もしないでいいよ。やらなあかんねやから。じゃあもうお互い何もしないでいいよ。やめて、お互いなんかしてた方がいい。何もしないもったいないよ、あんた。平行線ですね。配信するやろ、あなたも。もういい、何もしない配信する。何もしない配信って何や、怖い怖いことするの。蒸気でホットアイマスクをずっと目につけてるだけの配信。誰が見に来んねん。見に来そうやな、あんたのは。結構見に来そうやな、あんたのは。結構喜んでくれた。そんなんでね、でもそれはほら、何もしないことにはならないじゃないですか。配信はしてますからね、アネルさん、あなた。配信で呼吸だけしてる。もう何もしたくない。配信はしてるやないの、あなた。配信もしない。じゃあもう配信もしない。もうロベルさんがそうやって言ったから、明日から配信もしない。これは俺が。もう何もしない。お、稲葉組のロベルさんのせいです。私がもう配信をしなくなるのはロベルさんのせいです。稲葉組の皆さん、あんたそんなことしたらあかんで、ちゃんとやらんな。なんかせなあかんねやから、あんた。え、じゃあロベルさんは、ロベルさんはこの対決で勝って、ヘリクツ王の称号なんて欲しいの。そ
それは、まあ、分からへんけどな。でもな、でも、ね、ライブ音と同じぐらい役に立たないよ。なそんなことない。やっぱね、肩書きっていうのは何個あってもええねん。それをなんかそんなことない。私は実際ライブ王っていうのにデビュー1ヶ月で出場させられて、宇月光さんに数の力でボコボコにされました。あったけど、何かしらあった方がええねやから、そのためにもね。でも宇月光さんはライブ王の称号を何も役立てていません。じゃあ俺らヘリクツ王という称号を確かなものにしてやるわ。そんなら役に立たせてみせますわ。ヘリクツ王の称号なんて何の役にも立ちません。ロベルさんのような人気の人はもう明日にはヘリクツ王のことなんて忘れているし、忘れてへんわ。この稲葉ハネロのことなんて来年にはもう忘れている。忘れるかお前、そんな忘れないやろか。こういうカッキーさんにマーレのような弱小の箱なんて、コロの人からしたらもう1年後には忘れられています。さっきも遊んでんねん。さっきも8時間あんたと遊んでんねん。アニマーレとシューカリリと遊んでんねん。あいつらも、あいつらはどうせ来年にはもうアニマーレをやめてます。何を言ってんだ。アニマーレに突然者が出ていくので、アニマーレやめてくださいよ。タイムアップです。終了。むずすぎだ。いえ、むずな。うわ、なんだこれは。なんか思いのほうが熱い話になってましたね。これは励ましてくれました。はい、ロベルさんがと一緒に頑張りましょう。明日からも生きていこうと思います。一緒に生きていきましょう。頑張って。何だったんだこの時間帯は。投票お願いします。あ、結果出ましたね。あ、どうなったやろ。ついに次決まっちゃったんだ。では勝者の方がドーンと出ます。はい、勝者はおめでとうございます。ヘリクツ王の勝負。あったー、おめでとうございます。結局戦じゃん。ほんとすごかった。おめでとう。ヘリクツ王欲しがってました。いや、ヘリクツ王だな。ロベルさん欲しがってたんであげます。あ、すごいすごい、さっき欲しいって言ってました。ロベルさん、ヘリクツ王はそこのヘリクツ王がいや、もうこんなやつにヘリクツ王は任せられない。